ヨッシーはなんでドラムできるの？もうね、ちっちゃいから。今夜の Are You Ready？ ゲストは映画ロッカーズに出演している中村俊介さん、岡田義則さん、塚本隆史さん。こういう感じなんですよ。なんかこっちにもまた変態っぽいよね。いい男が繰り広げるちょっと変わった恋愛トークに Are You Big？さらに4人で誰が一番運がいいのか対決。せーの。果たしてその勝者は？こんばんは、アイレディ始まりました。今夜のゲストはですね、中村俊介さん、そして岡田義則さん、塚本隆史さんにお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いします。この間、はい、陣内さんにいらしていただいて、はいはいはい、それでその時にロッカーズのビデオをいただいて、はいはい、で見てて、うん、すっごい感動して。本当ですか？ロッカーズ会いたい、ロッカーズ会いたいって言ってたんです。ロッカーズです。3人ですけど。3人は昔からお知り合いなんですか？ここは知ってたんですけど、仕事をしてたから。ここは知らないです、ね、知らないです。ちなみに年齢は近かったりするんですか？はい、ぶっちぎりの最年長をやっております。ぶっちぎりなんですか？はい、7個差です。はい、そうなんですか。今28で。じゃあ21になります。はい、26だっけ、うん、そっか。ここ年配で。この番組はライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは最初のキーワードいきたいと思います。はい、映画ロッカーズでは僕らが本当に演奏しています。もうこの3人は音楽経験者というか、はい、うん、やってたから。やってたから。そうなんですか。うん、そうなんです。もともとじゃあその映画の中で担当してる楽器はある程度扱えたっていうことですか？そうです、そうですね。僕はよっちゃんになりました。よっちゃん先生でした。そうなんだ。よっしーはなんでドラムできるの？もうね、ちっちゃい頃からなんかバンドをやってて、それでなんかずっと未だに続けてる感じで。ちっちゃい頃っていつからやってたの？小学校2年ぐらい。あ、そうそう。すごい。でも1年ぐらいやって漫画が見たくなってやめたの。中学校ぐらいからなんかバンドとかよくやるでしょ。それでバンド始めて、そこからまず独学で。中村さん、俺も10代の頃、まあ、バンド組んでまして、その時俺はね、ギターやってました。はいはい、うん、なんかビジュアル系みたいな。あ、そうなんですか。オーケストラとかしたり。やってました。じゃあもうみんなもね、ぜひロッカーズの演奏シーンをちょっと見てもらいましょう。どうぞ。ロッカーズが活躍してたのは彼らが生まれたばっかりの頃の時代なんでね、非常にイメージとしてつかみにくかったと思うんですけど、なんか中村君なんか本当に乗り移ったように、もともとお互い2枚目俳優っていうところですごく共通点があるんですけど、そこら辺をうまく生かして、昔の私を十分にコピーしてくださいました。すごいセクシーにやってくれて本当にどうもありがとう。他のメンバーに関しては実際のロッカーズよりかっこいいです。それはあえてそうしました。なぜかというと後で文句言われたくなかったから。昔のメンバーに浜崎さん、この間本当ありがとうございました。とっても楽しかったです。そこでですね、実はお願いなんですけどね、意外とこれこのロッカーズ九州でも大爆発しておりますし、全国的にもお客さんが入っております。チクチクとパート2を作ってみないかと言われております。その説は一つですね、素晴らしい役を用意しますんで、ぜひまた呼んでちょっとやっちゃって。もう陣内さん、うん、
現場を盛り上げることに一番こう気を使ってる、みんながこうテンションが下がらないように下がらないように、だから常に監督自身がテンションが上がってないとっていう、どんなに疲れてても大きい声出してっていう、すごい素晴らしい現場だった。博多弁もだってなんか、あの陣内さんがテープに起こして覚えられたんですよね、監督自らの方言テープね、それをね俺たちすごい聞いたもんね、テープかよって思ってるね、テープだ、言われてテープだ、次のキーワードいきます。おいしい親子丼が食べたい。これはどなたの。はい、俺のリクエストなんですけど、はい、もう親子丼に目がないんですよ今日はですね、ということで、あのこちらの番組で探させていただきました最高の親子丼です。鶏茶屋の井上さんにお越しいただきました。東京都神楽坂にあるうどん懐石別邸鶏茶屋、店内は純和風の落ち着いた雰囲気。お店で一番人気なのがこの地鶏親子丼、鶏肉を卵でふんわりととじた絶品の味を召し上がれ。お一人様卵を3つ以上使っております。すごいすごい、見て見て、プルプルだよ。いいですか、いただきます。いただきます。おっとして、2回目ぐらいの勢い。人生で、はい、今まで生きてきて、はい、あんまり見かけない。見かけない俺も見かけないけど見てないそれでは、親子丼いただきながら、はい、次のキーワード。デビューのきっかけはオーディション。ああ、これは皆さんということですか。そうですね、ちなみに俺は雑誌です。はい、はい、モデルから始まりました。紙面のオーディションってことですか。そうです。へー、はい、おー、気持ち悪い名前聞いてこれ20歳ぐらいの時じゃないですかね。なんかでも今の方が若くないですか。どうなったんだ。こんなでした。はい、あ、そう、はい、かっこよかったんだね。おいおいおい、かっこいいですか。気づかしちゃったね。うわぁ、すごいかっこつけてる。どこ見てるの。でも変わんない。そう、変わん、あんま変わらないのが良くないのかなと思ったりもするんだけど、うん、これはいくつ。これはもうね、17とか。あ、そうなんだ。6とかぐらいの時。全然変わんないですよ。変わんないですよ。かっこいい、かっこいい。うん、かわいい。うん、ありがとう、うん、ですよね。ちょっとね、大人ぶってみた。それでは、塚本さんは。僕は、うわ、うわ、すっごい高い。これいつ。これ中2ぐらいだった。6年ぐらい前です。中2でも6年前なんだ。そうそうですね。事務所のオーディションに母親が応募して、うちの息子はいけるわって。いや、何を思ってね、勘違いしたのか分かんないですけど、親バカだったんだ。いや、人んちのお母さんもまたごめんなさい。分かりました。それでは次のキーワードいきます。3人の恋愛観、これは、過去の雑誌から3人が語っている恋愛観を拾ってきたということですね。はい、まずはこちらから。長い。たとえそれが片思いだとしても、恋をすれば人生の景色が良くなるんじゃないかな。ヒューみたいなね。誰ですか。誰。はい、俺です。けどね、これはみんなそうだと思いません。だってほら、好きな人がいるとなんか楽しいじゃないですか。もうこの辺がなんかモヤモヤして。え、モヤモヤですか。こういう感じ。あーっていう、恋に恋してんだ。あーっていう、いるいるいる、そういう人。え、そうなんですか。片思いされるんですか。俺片思いばっかりですね。本当ですか。俺ね、
本当ダメなんですよ。全然見えないね。告白するともう必ずと言っていいぐらい振られますね。へー、本当にそれでもうね、ずっともう長年こう痛い思いをしてきて、あまり人に告白をすることがなくなりまして。暗くなる話ですよね。すごい暗い表情してる今。すごい暗い表情。すぐ好きって言っちゃうんですか？俺一目惚れタイプですね。分かる。すごく分かった。痛いんですね。はい、じゃあ次行きますね。ぜひ。はい。話さない運命の人は結婚する相手だね。これまたなんか素敵ですね。どなたですか？そうなんだ。そんなこと言ったかな。言ったから絶対あげてるし、言ったけども、相手も離れていくよね。行くよ。何が離れてくる、逃げてくるから。皆さんなんでそんな新しい感じなんですか？なんだろうね、なんかね、捕まえても逃げていくんですよ。でもそういう気持ちでいるってことですよね。なんか多分その、まあしゅんちゃんも言ったけど、一目惚れをするタイプなんですよ俺も。だから多分その、まあ、結婚する時とかっていうのがビシッとした時だと思うかなって思ってるけど、そういう時はもう多分ガツガツ行くと思う、その人に対して。そういうことを言ったのかなと今。あ、なるほどね。なるほどね。じゃあ次の発言いきましょう。女の子は守ってあげるものだ。バカじゃねえ。があるんですよ、はい、これにはね、本当に炙ってんだよ。これだけなんですよ。自分がすごいなんかちょっと亭主関白っぽいところがあるんですよ。男はこうあるべきだみたいな、で、はいはいはい、女はこう散歩後ろからついてこいみたいな、はいはい、そんなところがあるんですよ。どっかにあるんですよ。どっかにあってだからそれをこう裏を返せば、うん、男が女を絶対守るものだっていうふうに思ってる。かっこいい、まあね、かっこいい。え、かっこいいんですかね。かっこいい。いや別にかっこいいのを狙って言ってるわけじゃないんですよ。いや女の子は守ってあげるものだなと。いや女は強いですよ。あ、本当ですか。強いと思うよ。だから逆にね、それも裏を返すよ。じゃあ、裏を返すと、こうコロ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 してくれるような人がいいんですよ。男はこう、ね、女を守ってあげてるっていう風なことをこう、まあ私は守られてるんで遊んでなさいみたいな、こう、はい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 、方向に行くね。こう、分かりました。はい、それでは次行きます。女性のグッとくる仕草。はい、これも見てみましょう。体育座りで座るよね。危ねえよ。絶対かわいい。分かる分かる、すごい分かる。違う違う、まあ普通にこう体育座りってあるじゃないですか、うん、はいはいはい、椅子の上ですいませんね、はい、こうして、うん、まそれを構成するそうですよ。あ、でこう左手を乗っけて、こうテレビに。ああ、え、体柔らかくないですか？できるんですか？できない、できない。やってみてください。絶対できない。可愛いじゃないですか、これ。え、体柔らかくないですか？そういうあれ話じゃないから。うん、まあ可愛い。グッとくるかな。じゃあ今俺グッときた今ので。でしょ？でもね、可愛かった。可愛い。携帯電話でヒリヒリ話す。ヒソヒソね。ヒリヒリ話す人いない。ヒリヒリ話す。どうやってヒリヒリ話すんだろう。ヒリヒリってちょっと言いづらい。ヒリヒリ。もうやだな。ごめんなさい。ヒソヒソ話すね。え、なんで？なんか自分とってこと？違う。こうやって話してる人とか。なんか恥ずかしそうに話してる。すごい気になる。何話してんだろうね。なんか秘密っぽくてやくない？その秘密がまたいいんじゃない？あ、やだ。そっか。変わってる？ちょっと違う。
でもそれ男だったら、男がこうやってやったら別にムカつく。あ、それは嫌だ。堂々と話せよとか思うけど、女の子がこうやってるといいんだ、うん、気になるんだ、うん、自分の彼女がそうやったら自分の前で、うん、気になる。気になるよね、当たり前。気になるよね。それ可愛いとかグッとくる。またこうイライラするじゃん、その、うん、イライラしてんの。そう、もうみたいな。変態や。変態だよ。悪いけど変態だよ。はい、それでは続いてはこちらです。ガッツポーズ。はい、俺ガッツポーズ大好きです、女の子の。え、こういうこと？あのね、そういうことなんですけど、普通男がガッツポーズ取るときってよっしゃーとかこうじゃないですか、うん、こういう感じなんだけど、なんか女の子がガッツポーズするとき、嬉しいときって、なんで笑ってるんですか？女の子のガッツポーズってちょっとやってもらえます？どれ？あのね、そうそう、え、どれどれ、そうそう、どれどれ、よし、こういう感じなんですよ。音がこうなんだけど、うん、よしみたいなね、ちょっとこういう感じなんですよ。なんかやよ、そんな子あんまやんない。やんないよね。やるって。なんかこうこっちでも本当変態っぽいよね。こっち、割とこっちの方が俺グッと来ないもんだって。本当、まあね、夢見すぎだよね。ね、ずっとこんなのいるもう人のこと言えないけどね。いや、いるタイプぐらいにはいるよ、絶対いるわ。それでは次のキーワードいきます。誰が一番運がいいか試したい。はあ、何ですかこれは。いや、運がいいか試したいっていうか、うん、なんかヨッシーが言ってたんだよね、運が悪いとかさ、運がない。俺は運いいよ。でしょ、うん、俺運いいなとか思うことがあんまりないですよ俺、うん、あ、そうですか、うん、すっごい思う、私生きてて。ですか、うん、運いいんでしょ。いいよ。思わない？あんま思わないですよね。え、思わないですか？運いいっすよね。思いますよね。いいすよ。そう。え、どうやって試すの？え、何かこうゲームとか。あ、運試しゲームか、はい、いやな、よかった。そう、出てきたよ。ほらね、ほらね、そういうこと言うとこう絶対出てくんだから。ということで、誰が一番運がいいのか勝負することになった4人。まずは1回戦。じゃあよく見ちゃダメだよ。よく見ちゃダメだよ、うん、見ちゃダメだよ。せーの、じゃあ指さそうよ、はいはい、どれするか。いいよ、せーの。あ、じゃあ俺、あいちゃんと一緒。ほんと、うん、じゃあ俺これでいいよ。はい、いや、俺これでいい。これ醤油つけたらダメですよね。怖え、怖え、マジ、怖え、マジ、いい、いい、全部だよ、全部だよ。いい、せーの。醤油つけたらダメですよね。怖え、怖え、マジ、怖え、マジ、いい、いい、全部だよ、全部だよ。だよ、いい、せーの。ほら、絶対俺だ。まだあるのね。これ中は何ですか？間違いなくからしですよ。さすが分かってらっしゃる。分かってらっしゃるね。本当？いくよ。いいよ。せーの。おいー。おー、これ分かるのね。一口、一口。これ一口無理でしょ。一口無理だね。半分ぐらい。まあ大きめに。まあ大きめにガッツリいこう。せーの。ますから、うん、あ、そうだそうだそうだ。いや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 、いいって本当。帰んなって、帰んなって。すいません、すいません。これまた分かりやすくね、どっちかが青汁、青汁かね、色違いすぎない、うん、青汁か何か抹茶カモフラージュかな、どうですか。じゃあ、いいよ、いいよ、じゃあこれいくよ。だって絶対そう
じゃんか。ストローとかいらないよね、うん、できるだけ。そうだ、ね、男はいらないよこれ、うん、せーの、グリーンだもん私の。よし、怖いな。普通あんままずくないよ。青汁。本当危なかった。今夜のLADはですね、ロッカーズから、中村俊介さん、岡田義典さん、そして塚本高史さんにお越しいただきましたけど、本当にすっごいあの映画好きで面白くって、本当にねお会いしたくて、だから今日すごく楽しみで、嬉しかったです。皆さんやっぱりすごい、それぞれナイスキャラの持ち主でね、お話もとても素敵でした。ありがとうございました。というわけで、アユレディ来週もまたよろしく。この番組はライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お前のこと水筒